どうも、ギタリストの島田友人です。さあ、今日はですね、小型アンプの決定版としてですね、10個のアンプ、今まで僕が使ってきた10個のアンプについてお話をしてみたいと思います。特にですね、皆さんが気になる点っていうのは、音質、そして2つ目、重量、3つ目、価格帯、4つ目、機能面だと思うんですね。で、ここら辺を、お話をして、そしてバンドとかが入ってもこれは使えるけど、バンドとかが入るとちょっと、使えないとか、このアンプはリバーブがついてないとか、そういうねところも、お話ができればいいなと思います。そしてですね、上の方にここら辺にですね、どのアンプっていうのを載せておくので、自分が気になるのがあったらですね、それを、まず見ていただけたらなと思います。で、今日の僕が今まで使ってきたアンプのラインナップはこういう風になってます。はい、ということでですね、その中から、お話をしていきたいと思います。まず一つ目です。DV マークのリトルジャズになるんですけども、こちらのアンプは、もう本当にね、機能面で言うとリバーブも使いやすいし、トーンとかね、そういうのもすごい、あの、聞きもちゃんとしてるのでいいと思います。そして、アンプの裏に DI アウトがついてるので、キャノンタイプのね、もし、こう、音が、中ではね、ちゃんと聞こえるけど、外ではちょっと、聞こえてないかもなんていう時にはね、お店のミキサーに挿して、増幅させることも可能だし、そういう点についてもいいと思います。ただ気をつけなきゃいけない点があって、このアンプは、重量的にも全然問題ないと思います。確かね、6.9kg ぐらいなので、持ち運びもできる、許容範囲じゃないかなと。僕が思うんですけれども、そうですね、9キロを超えてしまうと、もうね、持ち運びはちょっとしんどいなと思うんですね。なので、8キロ台まではいけると思うんですけど、6.9 キロだし持てるし、そして低音もやっぱりアンプが重いだけあってしっかり出るので、バンドが入っていても、全然負けません。音質、音量的にも。ただ音質的に一つ言えるのは、めちゃくちゃこうリトルジャズって名があるだけあって、すごいジャズに特化した音になってますね。なので、これでアコギとかガットギターどうですかって言われると、もちろんこう駆使してやれば使えなくはないけれども、多分それだったら他のアンプの方がいいですよってなります。はい、それでは2つ目です。ボックスの VX50AG です。こちらのアンプなんですけれども、今ちょっと手元にあるのでお見せしたいんですけれども、小型アンプの中ではめっちゃくちゃ軽いです。なんか本当にこれ大丈夫かなってぐらい軽い。そして、一応 50W あって、価格帯が何よりね、価格が安い。なので、そういう点ではいいんですけれども、音質面で言うと、やっぱり軽い分、低音がね、出ないです。なので、これでバンドでできますかって言われると、バンドだと厳しい。ただ、歌と、ギターとか、そういう本当に小編成だった場合には、全然使えると思います。今日はですね、この動画の後に今僕が持っているアンプ、を使ってですね、弾き比べの方もやりたいと思うので、それももし気になったらぜひ見ていただけたらなと思います。で、こちらの方は一応ラインアウトがついてるんですけども、この普通のシールドタイプのラインアウトなんですね。できるならね、やっぱりキャノンの方が、僕は良かったなと思います。まあ、普通にリバーブとかもついてるし、リバーブの効きもいいし、他のトーンとかも悪くないのでいいですけども、ただやっぱり言えるのは、低音が出ないから、迫力のあるもの、迫力のあるような音っていうのは正直出せないです。そして音についてなんですけども、音に関してはこれから紹介する AC60 とかローランドさんから出てる、あれはやっぱりね、綺麗に高音から低音も出て、なんかすごい素直な音って感じなんですけども、ボックスのこのアンプの方は、
そのちょっとね、きらびやか感はないっていうのかな、素直な音ではあるんですけど、すごい抜けがいいかっていうとそういうわけじゃなく、ちょっと低音も弱いので、少しね、音作りは難しいかなと思います。はい、だからなんかアコギのすごいいい音とかいうよりかは、軽くてそこそこちゃんといい音が出て、リバーブとかそういうね、ものはしっかりついてる。という手軽なアンプって考えると一番いいかもしれません。はい、それではね、三つ目いきたいと思います。フィル・ジョーンズから出てる、カブ AG100 というアンプなんですけども、こちらのアンプ、100ワットだったかな、確か、あると言うんですけども、全然そんなね、パワーは感じなかったです。で、プラス、確か結構ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃい口径のスピーカーが2つだったっけな、3つか2つか忘れたんですけど、入ってるんですけども、やっぱスピーカーが小さすぎるせいか低音が出ない。そして僕がこれを一番おすすめしない点というのは、今回の中ではね、一番あんまおすすめしないんですけど、確かね、そこそこ軽いので、結構軽いのでね、そこら辺はおすすめだし、今はもう中古でしか回ってないので、中古の価格帯も安いので、そういう点ではいいんですけども、リバーブがついてないんですよ。で、やっぱり小型アンプって、なるべくコンパクトにしたいから小型アンプを使うのに、リバーブがついてないっていう時点で僕はね、ちょっとどうなのかなっていう感じがしちゃったので、買ってね、すぐに手放しました。本当に半年も使ってないんじゃないかな。はい。で、やっぱり音もね、ちょっと低音は出ないし、ドラムとか入ったらすぐ負けてしまうし、あとね、抜けも良くないです、そんなに。なんかちょっと特徴のあるアンプなので、逆に言うと、AG100 にしか出ない音っていうのもあると思うんですけども、そういうのが好きな人にはおすすめですけど、僕は一般的に普通になんかパッて使うときには、あんまりおすすめはしないです。4つ目は、ウドーロースナーから出てるダカーポ75です。このアンプ、めちゃくちゃいいです。実を言うと僕ね、1年半ぐらいね、ずっと使ってたんですよ。で、ただ、ちょっと僕の知り合いが、ちょっとお店を出すときに、どうしてもこのアンプいいよねって言ってたので、ちょっと譲ってしまったんですけど、今思うとめちゃくちゃ、手元に残しておきたいなっていうアンプでした。重量もね、確か 7.5 ワットだったかな。で、75ワットあって、しっかりと、音量も出るし、低音から中音、高音域、しっかり出る、めちゃくちゃいいアンプです。そして、機能面もめちゃくちゃ充実してました。センドリターンはついてるし、で、もちろん最初からリバーブもついてるんですけども、いいリバーブがついてるんですけども、その他にセンドリターンが別でついてるし、DI のラインアウトかの方もついてるし、で、フォン端子もついてるのでね、夜とか練習にもすごい、充実してできるんじゃないかなと。で、持ち運びもできて、パワーも負けない。で、この後にですね、紹介する、ローランドの AC60、と、まあ似てるっていうかタイプは似てるんですよね。こうアコースティックアンプでいろいろと対応できるような機能面についても、ただなんかダカーポの方が音は同じような素直な感じの音なんですけども、なんかね、ゴージャスな素直な音っていうイメージです。はい、ちょっとゴージャスになった感じのアンプってイメージですね。で、素直なアンプっていうイメージです。そして低音もしっかり出るので、バンドとかと一緒にやってても全然負けないです。はい、なのでね、これは本当にね、おすすめなんですが、一つだけポイントは、結構ね、価格はやっぱりしてしまいます。なので、もうこの1台っていう方には、この1台でいいっていう方にはおすすめです。では次に行きたいと思います。次はですね、フィッシュマンの、ラウドボックスというアンプなんですけども、このアンプもね、すごい良かったです。ただ、まず一個言えるのは、ちょっと重さが、9.6 キロぐらいあるんですよ。なので、ちょっと重い。なんか感覚としては、
AC60 と同じようなタイプです。ローランドの音はすごい素直だし、低音もしっかり出るし、中音域も出る。そしてリバーブもちゃんといいリバーブがついてるし、ラインアウトもしっかりしているという点ではすごいね、いいアンプなんですけれども、ちょっとやっぱり重かったので、僕の中ではちょっと持ち運びできないなと思って手放してしまったんですけども、すごいねおすすめです。ちょっと重くてもいいアンプってなったら、これはすごい候補に入るんじゃないかなと。そしてフルアコでももちろん使えるし、アコギとかガットギターでも使えます。ですごいね、結構抜けのいい感じのアンプで、すごいね素直なアコースティックアンプだと思います。はい、そしてですね、次のアンプに行きたいんですけども、ローランドの AC60 です。これ AC33 もあるんですけど、僕はね、やっぱり33だとちょっとパワー不足なので、 AC60 の方を持ってました。でこちらはね、正直言うと今紹介したフィッシュマンとほぼ似てます。すごい機能面も充実してる。センドリターンも確かついてるし、ラインアウトでね、DI の方も、させる。そして、すごい素直な音だし、使いやすいんじゃないかなと思います。ただ、ちょっと重い。そこが一個、ポイントで、僕はこう、持ち運ぶこともよくあったので、そういう点でね、ちょっと手放しちゃったんですけども、フルアコにも使えるし、アコギにもガットギターにも使えるし、で、低音もしっかり出るので、バンドが入ってもね、こう負けるようなイメージはなかったです。なので、すごいこう、まあやっぱさすがですよね、ローランドさんってさすがだなってやっぱ思うのは、本当にこう素直で使いやすいアンプを、作ってるなっていうイメージでした。はい。ちょっとこれはね、もう結構前のアンプなので、画像あるかな、あれなんですけども、アコースティックイメージの、コーダ R ってアンプだったかな、一時期持ってたんですよ。で、それはちょっと譲ってもらったもので、なんか、ウーファーかなんかがね、下から出るタイプの、だったんですけれども、アコースティックイメージさんのそのアンプはね、音は、すごいいいんですよ。この目の前で聴いてるとめちゃくちゃ良くて、このアンプいいな、ずっと使っていきたいなと思ったんですけど、なんか低音が、その下から出るせいなのか、あんま前に飛んでないらしいんですよね。なんかすごい前から聞くと、お客さんの位置から聞くと、ちょっと低音が弱いっていうんですよね。でも、この自分のとこから聞くとめちゃくちゃ聞こえてるみたいなアンプで、それで、まあちょっと重量もね、結構あったので、で、価格もね、結構いい値段しました。なので、ちょっとそういうところでこうバランスを取るのが難しくなって、手放してしまったアンプなんですけども、多分ね、違うこう型番のやつはそんなこともなく、普通に前からちゃんと全部が出るようなアンプもあったと思うので、それはいいなとは思うんですけど、結構でもね、いい価格帯、今中古相場でもまたするんじゃないのかな。なので、今から僕が使うかって言ったらそれはないと思うんですけども、でもね、すごいいいアンプでした。ランチボックスから出てるですね、ZT アンプになります。こちらね、200W、最初の方に出たやつを持ってたんですけども、これは、なんか、一時期すごい流行ってみんな使ってたんですけど、やっぱりめちゃくちゃちっちゃくて軽いし、価格も比較的安かったので、いいなと思って使ってたんですけど、なんかね、やっぱね、高音が痛いんですよ。で、高音が痛いのと、なんかやっぱりね、音作りがちょっと難しかった。で、ガットギターとかアコギはあんま向いてないので、なんかみんなソリッド系のフルアコとかはなんとか使いたい。あとは本当に、こう、セミアコとか、あとはストラトで使う人もいたぐらいなので、そういうまあアンプだったんじゃないかなと思います。そして、アンビエンスっていうこう、リバーブに似たものがついてたんですけども、それが本当に使えなかった。このつまみがあるんだったらなんか他のが欲しいなみたいな、感じだったので、使うことなく手放してしまったアンプです。でもこう、まあパワーは確か 200W で結構ね、確かにね、音量が出るんですよ。なのでそういうのが欲しいっていう方は、おすすめかもしれない。最近ね、すごいこう使われてる方が多くなったと思うんですけれども、ヘンリクセンの、アンプですね。こちらのアンプなんですけども、何がいいかって軽いし、
確かね、120ワットあったんじゃないかな。120ワットあって、音もしっかり出る、低音も出るし、バンドにも負けない。で、特にジャズとかやる人には、すごいいいアンプなので、今ね、ジャズミュージシャン使ってる方多いんですけど、僕からしても、特にジャズ系の曲をやるには、いいアンプだなと思いました。中音域もしっかり出るし、トレブルも効きもいい、ベースも、そのイコライザーの効きですね、もうすごいいいし、なんかしっかり低音も出るので音負けしないし、なんか最初に紹介した、リトルジャズありますよね。あれよりはもうちょっとこうジャズ以外でも使えそうな素直な音で、まあ、もちろんちょっとこう中音域にこうフィットされているアンプではあるんですけど、すごいねいいアンプだなと思いました。ただ問題は結構ね価格帯がするんですよね。で、僕の中ではやっぱりすごい高いアンプってなるとこうもう車を使ってでもいいからちゃんとした後継の、大きいアンプの方がやっぱりこう使い勝手がいいなと思って、バンドとか入った時にですね、気兼ねなくちゃんと出せるのでそういう方がいいなって思っちゃうんですよね。なのでそのやっぱり20万円ぐらいすると普通にコンボ系のいいアンプが買えてしまうので、ちょっと価格がやっぱ高いなと思うんですけど、でもすごいねいいアンプでした。はい、そしてですね最後です。これが実を言うとね、僕の中で一押しなんですけども、AER の、Bingo 2です。結構昔のやつですね。で、なぜこれが僕が今でもおすすめかっていうと、もうね Bingo 2とか初代 Bingo っていうのは中古でしかないと思うんですけど、中古になると6万円台ぐらいで買えたりするんですよね。なのに軽いし、まあ軽いって言ってもちょっと重量あるんですけど、なんとか持ち運べる、重さだし、音質はものすごくいいです。ダカーポってね先ほど紹介したと思うんですけど、ダカーポにすごい似てて、まあ同じ設計者なので似てるんですけども、すごい似てて素直な音だし、なんかこうちょっとゴージャスな素直な音っていうイメージです。そしてアコギでもガットギターでも使えるアンプなのですごいいいと思います。そして機能面もちょっと今あるのでお見せしたいんですけれども、はい、こちらですね、こちらなんですけれども、裏面ですね、DI アウトがあったりセンドリターンがあったり、あと普通のラインアウトが別であったり、フォーン端子、チューナーとかもついてるんですね。これまあダカーポも一緒なんですけれども、もうちょっとねダカーポの方がね高機能だったと思います。でも結局のところ、言えるのはもうこのアンプ出てから多分20年ぐらい経つんですけれども、アンプってもうその時からあんまり機能面って変わってないんですよ。それがちゃんとついてるかどうかっていうところだと思うんですよね。で、ここにこれについてるねリバーブとかも本当に今使っても全然いいリバーブだし、イクライザーの効きもいいし、そして何より安くなってるっていう点ではこれすごいね今おすすめです。はい、ということでですね、10個、紹介しました。で、こっからなんですけども、じゃあこのアンプはどういうのに向いてるのなんていうのをちょっと簡単にまとめでお話をしたいんですけども、ジャズをしたい人、そしてアンプを持ち運びでやりたい人には、価格を抑えたいなら、DV マークのリトルジャズです。これでいいんじゃないかなと思いますね。60ワットあるし、バンドにもね、負けずにできます。ちょっと音が足りないなと思ったら、後ろの、ね、DI アウトから、キャノンを挿してですね、スピーカーから音を出せばいいと思います。それで、そういうのやるのがめんどくさいし、もう、価格が高くても、アンプ1台で完結させたいっていう方は、ヘンリクセンのアンプの方がおすすめです。すごいいい音だし、バンド巻きもしないし、いい音です。結構ね、その分、価格はしますけど。そして、アコギも、
ガットギターも使いたいし、フルアコも使いたいし、なんかアコースティックアンプとしていいのを持ちたいという方はダカーポ75です。もうこの1点だと思います。ただ高いです。そしてちょっと高いなと、じゃあなんかないかなと、で持ち運びもしたいっていう方は、僕のおすすめは、ビンゴ2になります。もう本当にね、ビンゴ2 1台持っておけば、もう中古しかないのであれなんですけど、あのやっぱりいいのは、多分ダカーポさんもそうだと思うんですけど、もう20年前のアンプなのに、全然直さずに使える。今まで修理に出したことはないです。はい、なので全然そういう面でも丈夫だし、機能面もしっかりしてるし、今は中古でしかもうビンゴ2とかね、初代のビンゴっていうのはないですけれども、でもその分安くね、出てるので、全然そういう点でも、おすすめです。はい、そしてですね、他の、紹介したフィッシュマンのアンプとかローランドの AC60 とか、そこら辺も全然悪くないんですけども、やっぱりさっき言ったちょっと重量があるので、あの持ち運びという面を考えたらちょっとね、そこら辺はなくなるんですけども、でもね、あの今日紹介したの、ちょっと僕の中ではこれはないなっていうのは何個あるんですけど、あったんですけども、あの他はすごいねおすすめなので、ぜひぜひですね、皆さんの中で、今回この動画を見て気になったのがあったら、試していただけたらなと思います。そしてですね、この動画面白かったな、参考になったなって方はいいねボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。これからもですね、機材のこと、そして、レッスン動画、いろんなの上げていきたいと思いますので、楽しみにねしていただけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。